裁判長、健一を有罪にできないんですか？呼び捨て。ついに呼び捨てた。落ち着いてください、南さん。有罪にするも何も起訴されていませんし。あれ、訴えていいと思うんですけど。千尋さんに対する結婚詐欺と幸恵さん殺害。結婚詐欺？千尋ちゃんと結婚を考えてたって健一は言ってましたよ。それ裏切って幸恵さんと結婚するなんて詐欺じゃないですか。言い過ぎよ、南さん。まだ被告人の話も聞いてない。佐伯さんはひどいと思わないんですか？そうね。きっとあなたと同じ気持ちではあるんだけど、人を気持ちで裁くべきじゃないと思うの。千尋ちゃんの場合もな。振られた本人が納得しちゃったみたいだし。そんなの、あの人が勝手に言ってるだけじゃないですか。ごめん、そりゃそうだ。死んじゃったんですよ、千尋ちゃんは。落ち着いてください、南さん。でも、いや、あのですね、そもそもね、教師と生徒で恋愛するってのがダメなんです。絶対間違ってる。それは個人の自由だと思います。え、それはいいの？千尋ちゃんは悪くありません。まだ高校生なのに不謹慎じゃないですか。今時それもどうかな。そういう考えの大人がいるから社会がダメになるんです。こっちを見られても。いや、でもね、そう簡単に気持ちを止められたら誰も苦労しないでしょう。しかし恋は盲目であり、恋人たちは自分たちの過ちに気づきはしない。ん？シェイクスピアですね。さすが佐伯さん、よくご存知だ。シェイクスピア、ハムレット、ベニスの番人、番人じゃなかった、ベニスの商人、黙っている、ベニスの商人だと。ベニスの商人のセリフですよね。その通り、よく勉強しているね。いえ、たまたまですよ。銀南さんって文人だったんですね。文人って何？どうかな。恋は盲目ね。よく聞くセリフだけど、まさか自分が関わる裁判でそんな話を聞くとはね。千尋ちゃんの自殺の原因もいじめなんかじゃなくて、恋に敗れた昇進ゆえだったか。だからそれは健一が、健一さんが言ってるだけじゃないですか。健一証言の信憑性そのものを疑っているわけだね。そうです。南くんの言いたいこともわかるが、
それは被告人質問が終わった後、評議で話し合うべきじゃないかな。あ、そうですね。すみませんでした。つい興奮しちゃって。いえ、我々としても健一さんの新たな証言については後ほどじっくりと話し合う必要があると考えます。南さんも今はひとまずその気持ちを抑えてこの後の被告人質問に臨んでくださいね。はい。しかし見た？さっきの傍聴席。傍聴席がどうかしまして？いやー、多分あれマスコミだと思うんだけど、それっぽい人たちが健一さんの衝撃告白を聞いた途端急に騒がしくなっただろう。で、休廷と同時にバタバタと法廷を出て行ったからきっとまたテレビや新聞で騒がれるんだろうなと思ってさ。法廷での衝撃告白、教師と生徒の禁断の愛みたいな感じかな。そんな、健一さんはどうでもいいけど、千尋ちゃんの純粋な気持ちを面白おかしく扱うのはひどいです。健一さんはどうでもいいんだ。ああ、それはまあ、そうだよね。ただ、僕が言いたいのは、そこじゃなくて、じゃあ何が言いたいんですか？そんなに突っかからないでよ。いやね、健一さんが新たな証言をしたとき、法廷にいる誰もが耳を疑って、彼の一言一言に驚いた。この事件を担当してきた検察官や、弁護人だって例外じゃない。それはそうでしょう。それほど衝撃的な告白だった。生徒と付き合う教師なんてなんて不思議だらな。だからそれは個人の自由だってさっきも言ったじゃないですか。まあ僕はどっちでもいいんだけど、ただね、健一さんが千尋ちゃんと付き合っていたと告げたとき、一人だけ表情を変えなかった人物がいたんだ。僕はそれが気になってね。健一さんの告白の中、表情を変えなかった人物、それは渋谷さん、裁判長、被告人、3人とも表情変えなそうだけど、被告人を選択します。被告人ですよね。私もあの時ちょっと気になったんです。そう、他でもない千尋ちゃんの兄である若宮譲、彼だけは健一さんの告白に驚いた様子を見せなかった。でもその後、健一さんが心変わりをしたという話の時、彼は再び健一さんに向かって怒りをあらわにした。その時は南ちゃんの活躍で事なきを得たけどね。ふむ。その被告人の感情の起伏が何を示すのか、
これからの被告人質問で明らかになればいいんだが。仮に健一さんの告白が真実だとしたら、千尋さんは健一さんのために自ら死を選んだことになる。被告人は健一さんの告白をどんな気持ちで聞いていたんだろう。いよいよですね。ええ、次の被告人質問が終わり、弁論手続きが終了すれば本法廷は終了となります。法廷で証言が得られるのもこれで最後というわけか。被告人の言葉を絶対に聞き逃しちゃダメですね。ええ、そうですね。もうすでに何度も体験されているのでお分かりでしょうが、法廷での審理は一度終了したらもうやり直しは聞きません。特に本件は3日間にわたり皆さんに審理に加わっていただいています。この3日を無駄にしないように、そして後悔することのないよう、被告人の言葉にはよくよく耳を傾けてください。被告人の言葉によく耳を傾ける。忘れないようにしなくちゃ。では皆さん、法廷参りましょうか。お待たせしました。開廷します。それでは、被告人質問ですね。被告人は前に出てください。やっと被告人から、あの時現場にいた本人の口から事件の話が聞けるんだ。弁護人、どうぞ。被告人質問。被告人が体験した事実を任意に供述する。まず事件のあった日のことについてお聞きしていきますね。あの日、あなたはなぜ増岡さんの家に行こうと思ったんです？あの日は千尋の命日で、それまであいつの遺品とかずっと触れなかったんだけど、でもいい加減に整理ぐらいしなきゃと思って、ちょっとだけ片付けてたんです。したらやっぱ千尋のこと思い出しちまって、あいつが生きていたら今の俺を見てしっかりしろって蹴っ飛ばすのかなとか、そんなくだんねえこと考えちまったりして、でもあの時は全然けじめつけられる気がしなかったから、千尋をいじめた連中のこととかその後のこととか、結局俺は何も知らないままだったし、講義をやめたのはけじめつけたんじゃなくて、ただ千尋がいないことに慣れちまっただけなんじゃないかって、なんかそんなバカ臭いことを考えちまって、したら
なんかもう自分が情けなくて。だから千尋のことをきっちり乗り越えるためにも、もう一回ちゃんと学院長の話を聞きに行こうと思ったんです。それで直接家に行きました。なぜ学校ではなく増岡さんの自宅に行ったんです？学校は完全に冬休みに入ってると思ってたんで、冬休みだから学校には誰もいないと思ったわけですね。はい。では事件の日、あなたが増岡さんの自宅に到着するまでの行動を教えてください。あの日俺は夕方になってからとにかく学院長の家に行って話を聞こうと思って家を出ました。俊樹さんの自宅の住所はどうやって知ったんですか？それは学院長が千尋の葬式の時花を送ってくれてたんで、その時の伝票が残ってて、伝票の送り主欄に俊樹さんの自宅の住所が書かれていたわけですね。そうです。では自宅を出て、それからとりあえず近くの駅から電車を乗り継いで白金山手の駅まで行きました。駅から増岡さんの家まではどうやって行きました？地図を見ながら行ったんですけど、なんか方向間違えてて道に迷っちまって、家の堀とか電柱とかに書いてある番地を確認しながら歩いてって、結局結構迷った後どうにかたどり着きました。その日以前に増岡さんの家周辺を歩いたことはありました？ いえ、一回もありません。途中での番地の確認というのはどのように？どのようにって、歩きながら、それとも立ち止まって？途中で立ち止まったり周りを見回したりちょっと引き返したりしながら進みました。なるほど。ではそうやって道に迷った末、増岡さんの家に着いたのは何時頃ですか？6時20分頃です。なぜその時間だと言えるんです？時計を見たんで。どうして時計を見たの？だいたい飯時だったんで時間が心配になって、しかも迷ってたんで変に焦ってて、それで時間が気になってたんだと思います。なるほど。それで増岡家に到着してからどうしました？呼び鈴を押そうと思って門の前まで行ったら、ちょうど玄関から幸恵さんが出てきました。
6時20分ごろ、幸恵さんと会った。間違いないですね。間違いありません。これは、千尋のことを乗り越えるとはどういう意味？到着したのが6時20分だと証明できる？被告人は幸恵の顔を知っていたのか？選択します。千尋のことを乗り越えるとはどういう意味？千尋さんのことを乗り越えるってどういう意味だろう。後で質問してみようかな。忘れないようにメモしておこう。メモを取ります。千尋のことを乗り越えるとはどういう意味？決定。ところで、あなたの供述の変換についてですが、変遷だった、ごめん。事件直後に取られた最初の供述調書では、増岡さんの家に行った事実そのものを否定していますよね。はい。これはどうして否定したの？警察はもう最初から俺が犯人だって決めてかかってたんです。前もあるし恨みもあるんだからお前に決まってるって。前科のことですね。それで思わず、やっぱ頭にきたし、それに警察が相手だったから、一つ認めると全部認めたことにされちまうと思って、だから全部否定しました。そのことについて今はどう考えています？バカなことしたなって思うけど、でも嘘ついて悪かったとは思ってないです。それはどうして？善治さんが生きてたら絶対俺をぶん殴ると思うけど、でもやっぱ警察ってどうしても信用できなくて、ガキの頃から警察は何もしてくれなかった。俺が知ってる警官ってのは、こっちが死にそうな時に頼っても追い返しやがるくせに、俺が下手打ったら待ち構えてたみたいに飛んできて、勝手に作った話に俺をはめて手柄にしやがる。そんなやつばっかりでしたから。つまりあなたは過去に不当な扱いを受けた経験から警察に敵意を抱いていた。はい。その感情は事情聴取で嘘をついたことと関係がありますか？もちろんあります。わかりました。証言、警察は信用できないをファイルしました。では増岡さんの家に着いた後の話をお聞きします。家の前で中から出てきた幸恵さんと出会った後どうしました？とりあえずちょうどいいから幸恵さんに声をかけて、学院長と話をさせてくれって頼んだんですけど、なんか頭ごなしに帰れって言われて、正直ちょっと頭にきたんで
いいから合わせろって言って。行って、それから玄関を開けて無理やり家の中に入りました。無理やり家に入ったというのは、具体的に何をどうしたんでしょう。彼女がとにかく帰れって言いながら、家の中に戻って玄関を閉めようとしたんです。それでとっさに追いかけて、ドアの隙間に足入れて、そのまま力ずくでドアを開けました。それでも彼女が俺を外に押し出そうとするんで、彼女の肩を掴んで壁の方に押しのけました。要するに玄関口で彼女と激しく争ったわけですね。はい。その時、彼女の時計の竜頭であなたの方が傷ついたと。多分そうだったんだと思います。あの時は分かってなかったけど、ガリってなんか硬いのが頬をこすった気はしてました。わかりました。そうやって家の中に入った後、あなたはどうしたんです？玄関ホールで学院長ってでかい声で呼んだんですけど、やっぱ誰も出てこなかったんで、しょうがないから、勝手に応接間に上がって待たせてもらうことにしました。ここまでの話を聞いた限りだと、俊樹は卑怯だ、なんでだ、幸恵は疑わしい、被告人は信用できない、幸恵は疑わしいを選択します。やっぱり幸恵さんが疑わしくて仕方がない。確か1日目の評議でもいろいろ話したけど、本当に被告人が6時20分に現場に着いたとするなら、その時すでに家の中では、被告人が到着した後、幸恵が殺された後、俊樹が殺された後、まあこれだよね。俊樹さんはすでに殺されていたはずの時間だ。だから居留守で卑怯も何も、俊樹さんは書斎で殺されていたから出てこなかった。これはそういう話なんだ。応接間に入った後、あなたはどうしました？とにかく学院長を待ってみようと思って、ソファーに座りました。その間、幸恵さんはどうしていたんです？座ってる俺の前に回り込んで、早く帰れって言ってました。それで、あなたはすぐに帰った？いえ、簡単に帰る気はなかったんで、聞こえないふりして。置いてあった灰皿とか、適当に触ってました。証言、灰皿を適当に触っていたをファイルしました。なるほど。灰皿はその時に触ったんですね。はい。灰皿については1日目の評議でも話したな。あの時の結論とこの被告人の話とは一致している、矛盾している。
なんかおかしいよね。矛盾している。おかしいな。矛盾してるんじゃない？私たちの推理では、この灰皿については、偽装の痕跡が認められると結論付けたはずだ。でも、今の被告人の供述が真実だとすると、私たちの推理は、この部分が矛盾しているのかもしれない。偽装の痕跡が認められる。矛盾をしているのは偽装の？偽装。そう。偽装だと私たちは考えた。でも被告人の言う通り、灰皿がテーブルに置いてあったのなら、真犯人は、洗った灰皿を机の上に置いただけってことになる。その状態じゃ、被告人の指紋がつくとは限らない。ただ一見して、それが凶器として使われていないと思えるだけで、それじゃあ被告人に罪を着せることが難しくなる。仮に、灰皿のことを凶器と思われないことが目的だとしても、それなら隠しておけば済む話じゃないかな。灰皿ぐらい他にいくらでもあると思うんだけどな。この事件にはまだ何かあるのかもしれない。それであなたは、増岡さんの家にいる間、一度でも他の部屋に移動したんですか？いや、そのままソファーに座って待ってました。どの程度の間、そうしていたんです？だいたい10分くらいです。当然、としきさんは出てこなかったわけですね。はい。それで？あの時は、だから、本当に留守なんだなって思って、納得して帰りました。そんだけです。ところで、あなたが座って待っている間、ゆきえさんは何をしていたんです？うろうろしてました。どこをうろうろと？応接間で、俺の前に回り込んだり、廊下の方に消えたりとか、あなたの前に座って話す様子はなかったんですね。はい、ずっと立ってて、コートも手袋も脱がなかったし、あなたから見て落ち着かない様子だったと、俺にはそう見えました。彼女がなぜそういう落ち着かない様子だったのか、あなたが家に来る前に何があったのか、そういったことは想像できませんでしたか？まあ、あの時は、今は分かっている。分かってないけど、予想はつきます。その予想とは、どういうものでしょう。異議。争いのない事実を前提とした意見を求めており、誘導です。当該意見は被告人の主張事実に基づいたものです。
むしろ保証されるべきだと考えます。どんどん。異議を却下します。ではあなたが予想していることを聞かせてください。幸恵さんが全然落ち着かなくてうろうろしてたのは、あの人が学級委員長やって、そこに俺が来たせいでテンパって焦ってたんじゃねえかって。学級委員長が殺されたって聞いた時は本気でショックだったけど、でも幸恵さんのあの時の態度はそれで納得できました。わかりました。証言、幸恵が学級委員長を殺したをファイルしました。